よし、ユータ三味線弦のチェックを OK。 よし、太鼓は太鼓はあっちゃん、おい平気でまだなんて言ってるぞ。ユータ、それじゃあの先にあの挨拶してくれるか。よし、これであのユータ君の挨拶からゆっくり始めたいと思います。ちょっと飛び入りのコラボレーション、はい、オープン。マイクスイッチ入れたか、入ってるの、はい、今年も沖縄民謡を歌わせていただきたいと思います。沖縄本島からまた南に300キロ行ったところに宮古島という島があるんですが、そこの、民謡を3曲歌わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。Oh,
水
最近沖縄民謡やってるので、たまに過剰に帰ってくると佐七のおじちゃんからな、沖縄行くってはね、あかんって心配されるんですけど、沖縄には行かないかなと思います。はい、じゃあ大地よろしくお願いします。はい、皆様こんばんは、浦田の久保田大地でございます。今年もやってまいりました。ただいまは過剰のゆうたくん三振を披露いたしました。彼が帰ってくると僕もよく過剰にお邪魔するんですが、まず帰るとやつが三振を引いて、それでなんか喋りながら三振を引いて、それで俺がご飯をごちそうになって三振を引いて、それでまた三振引いて俺が帰る、三振ずくめの日々なので、それでなんか新潟に行っても三振を引いてるみたいで、なんか海に行って女の子と三振を引いてるっていう、羨ましいな、羨ましいな、羨ましいですね。この埼玉、私埼玉から帰ってきまして、今ですね、野良木とか飯店とか売ってね、やってます。で、あとは朝晩、時差の野菜の出荷の手伝い、えらいで、たまに那須美の山に厄介になるという感じでございますが、その間に太鼓もやっておりまして、たまにやらせていただいております。今日はですね、即興太鼓をやらせていただきます。どうなるか分かりませんが、やつの頭の中がこんなになってるなと思って、一つよろしくお遊びのほど願っておきます。この美の、この美の傘は清八さんからもらったやつで大事にしております。失われゆくものがいっぱいだなという演奏しますので、一つよろしくお願いします。はいよ、よはいよ、
面坂巻隼人と言います。山越出身です。今日はあのさっき3人いたゆうた君にあのカズラのビデオを見せてもらって、あの面白いなと、生で見てみたいなと思って5時半に仕事終わって山越から突っ飛ばしてきました。3人は同級生か。3人は同級生です。はい、来てみて急に太鼓叩かせられるのでちょっと変な感じになるかもしれませんが、温かい目で見守ってください。それでは、お疲れ様でした。なんか慣れてますね。太鼓の紹介をしてくれって言われて、太鼓の紹介。ちょっといい。間違ってます。これオケ太鼓って言いまして、オケでできてる太鼓です。太鼓ってちょっとすみません息が乱れてて。太鼓って、欅とかをくり抜いて、この、まあ、僕のは馬と牛の皮が貼ってあるんですけど、牛の皮をね、基本的に貼って、まあ、太鼓にするんですけど、鋲を打って。この太鼓は、桶にこの皮つけて、このロープで締めてるんですよ。このロープ飾りじゃなくて、ちょっと待ってくださいね。これ締め、あ、持っててもらう。これ締めると音の高さ変わるんですよ。これ今ですけど、まあこんな感じで、これ飾りじゃなくてこういう風に締めて高さ調整できる、そういう楽器です。すごい軽いのでこうやって肩に担いで動き回るスタイリッシュな太鼓になってます。桶堂太鼓です。はい、以上になります。太鼓喋らすと長いですね。私のやってるのが阿波踊りで使われる平太鼓というやつです。あんまり胴が太くないから音がバーンと響かないですね。だからこういろんな小刻みに音を出して、踊りに合わせながらやっていくというようなやつでございます。ラッチ紹介、楽器紹介、僕が使ってるのは沖縄三味線三線ですね。
今年使ったのは本物のあの錦蛇の皮であの作ったようなやつです。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひあのこれ拾っていってください。おかえりくん、急遽山越の方からのお友達なんですけど、途中までなんか仕事をしてたらしくて、急遽間に合わないということで最初断られたんだ。だけど先ほどちょうど車が来て間に合ったということで、急遽演奏していただきました。ありがとう。そしてただ太鼓叩いてるんでうわー素晴らしい、まあいいなーったけども、太鼓の中身も太鼓の名前も何にも知らないんで今説明してもらいました。本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。